Lost. Hello, attendees. This is a Lost Children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center?開幕戦を迎えたこの大会、どのような結末が待っているのでしょうか。熱き戦いの幕開けです。この時間はビファーレン長崎対バルセロナ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。シュート、いやー、先制、長崎バルセロナ相手に先制点をもぎ取ります。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ長崎、価値のあるゴールが決まりました。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るっていうのは非常に大きいですね。そうですね。さあフワンマ、渡辺、小林、井上、長崎はこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。序盤でリードできたのは大きいですよね。ここからさらに動きが良くなるんじゃないですかね。うわ、展開早くなってきましたね。裏へ届くか。さあ左へ預けて、ベースを使う、中に入れる、ここでファールがありました。早くもカードをもらってしまいます。前半の14分を過ぎたところです。これは合いません。縦へのボール、角田、前に行きます。クリスティアーノ、フワンマ、いいでしょう、ポジション切り替え、ここは繋がりません。伊藤、早いパス回し、さあ左サイドへ、奥井、このボールをカットします。秋野、ワンマから左サイド、スルーパス、このパスを防ぎます。伊藤、奪います、スペースへ、いいとこ入りますよ。
バルセロナカウンターを仕掛けます。長いボールを入れます。ここは奪います。ドリブルで上がる。これを読んでいた。アキノ、いいボールだ。ファンバ、今日の試合でアシストを記録しています。さあクリスティアーノ、オフサイドですか。伊藤、前半32分を回りました。秋野、右サイドへ振って長崎、カウンターを仕掛けていきます。長石、長いボールを送ります。伊藤、この辺は人に対して厳しくいってますよね。これはファウルではありません。長戸、流れを止めます。塩谷、長崎としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。ここは競り勝ちます。クリスティアーノ、さあカウンターのチャンスになります。ボールを奪いに行きます。絶好の位置、さあ右へ預けて加藤、クリスティアーノ、クリスティアーノから右へ、ボックス内上げる、これは合いません。There will be one minute added time. 大迫、さあ一気にカウンター、裏のスペースを狙う。いいボールでしょ。乾へ、乾、乾から中、そのままキーパーが抑えました。さあカウンタースピードを上げたいところ。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。前半から得点が動いています。さあ北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。バルセロナとしては1点リードされてますけど、確かこれカウンターからの失点だったんですよね。攻撃から守備への切り替えがうまくいかなかったってことですよね。ヴィファーレン長崎対バルセロナ、長崎が前半終わって1対0リードで折り返します。Please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available.
今日のゲーム注目の試合を迎えました。果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間はビファーレン長崎対ウリオンエスパニョーラ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。ビファーレン長崎対ウリオンエスパニョーラ、やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね、はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますからね。思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。スルーパスを出す、このボール奪いに行きます。酒井、このボールをカットします。さて北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。そうですね、酒井宏樹ですかね。彼といえばやはりオーバーラップからのクロスには期待ですよね。守備の面でもフィジカルを生かした対人の守備とかカバーリングも非常にいいですからね。攻守にわたるプレーの安定感というのは彼の持ち味ですよね。相手にとってはこのエリアをどう崩していくのかがポイントになりそうです。秋野、カットに行きます。グアンマ、ボールがつながる。トレビザン、このボールをカットします。長友、裏のスペースを狙う。アダイウトン、撫でるようなボールタッチ。スルーパスを狙う。いいボールだ。アダイウトン、もういいですね。シュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。カウンターですよ。自分で行く。さあ、つながるか。ちょっと伸びてしまいました。澤田からのスルーパスでしたが、追いつけませんでした。酒井、つながります。酒井、ここは読んでいました。澤田へのボール、裏を狙っていきます。アダイウトン、アダイウトンからペロッチ、エズガルジュニオ、澤田からフワンマ、シュート、危ない。おっと、さあカウンターのチャンスになります。スペースへ加藤、いい展開ですね。これを読んでいた。いや、展開早くなってきましたね。奥井、このボールに触ります。酒井、ファンマ、ここでファウルがありました。イエローカードです。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。秋野、桑崎、ウニオンエスパニョーラとしては中盤はほとんどスペースを与えないという意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。これは届くか。サイドを使います。おっと、クリア。このピンチをなんとか出します。このスルーパスは通りません。森重からのパスは通りませんでした。エジガルジュニオから秋野、素早いパスで攻め上がっていきます。と、これはつながりません。ここはつながりません。エジガルジュニオ、
小泉、流れを止めます。これは合いません。桑崎、エジガルジュニオへ、裏へ出るか、バウル、ここはカットします。前半も残りわずか、いい時間に決めました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウン、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。結果前半1対0。さあ北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。ウニオエスパニョーラとしては相手の速い攻撃に対してうまく対応しきれなかった前半でしたね。ビファーレン長崎対ウニオンエスパニョーラ、長崎がまずは1点先制して後半へと向かいます。さあ後半スタートです。長崎としてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを握られてしまいますからね。なるほど、そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。長崎はロングカウンターが特徴ということなんですが、この戦術どのあたりが重要になってくるんでしょうか。まずはしっかりブロックを作ってボールを奪うことですよね、はい、そこから前線に向かってロングボールを入れていくんですけども、やはりそこのボールの質、タイミングというのが大事になりますよね。なるほど、まさに前線の選手との息が合っていないとチャンスを作り出すことはできないということなんですね。そうですね、出し手と受け手のコンビネーションというのは重要になりますよね。そうですね。酒井、アダイウトンへ、アダイウトン上がっていく右サイド、奥井から大きく縦、これはなかなかこじ開けられない。これは積極的なチェック、裏のスペースを狙う、これはどうだ、これはチャンス、シュート、防いだ、ふわっと浮かせたシュート、アイディアは良かったんですがものにできません。ループ意識したのかもしれませんけども、大変ですね今のは。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。高橋へ、クロヘッドだ、素晴らしいシュートでしたが決まりません。しかし今のはクロスも良かったですよね。速いボール入れてきましたよね。ディフェンスも予想できなかったんじゃないでしょうかね。ここをかわした、さあ勝負です、自分で行く。長崎はここクリアで難を逃れます。柔らかいパス、奥井、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。トレビザン、ここは読んでいました。スペースいいボール出たんですけどもね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としてはもう1点取りに行きたいところですよね。まだ守りに入るには少し早すぎる時間ですし、相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。ウニオンエスパニョーラがメンバーチェンジをします。フォワードを2枚変えてくるようです。この交代で攻撃的にいきたいということでしょうね。さあ打てるか、インターセプト、コーナーキックです。長崎は2本目のコーナー、長崎追加点決めます。これで2点差、頭で流し込んだ見事な一発、
パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。さあ長崎、さらに1点を追加し2対0としています。長崎としてはこれでゲームの主導権を握れますよね。この後相手は積極的に来ると思うんですけども、一つの失点で流れが変わってしまうのでディフェンスは気を引き締めたいですよね。そうですよね。エジガルジュニオ、ここは守備の対応、スピード上がってきますよ。さあフワンマ、今のカウンター、数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。これはディフェンスのファインプレーでしたよね。数的に不利な状況でしたからね、見事ですよね。森重、このボールをカットします。スワビ、インターセプトを狙う。さあカウンターを仕掛けます。スルーパス、いいボールですね。さあフリーだと呼んでいた。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。ボール入るか、流れを止めます。桑崎、一呼吸を置きます。加藤、トレビザン、ウニオエスパニョーラとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。Security staff for each block. Please report to the staff room immediately.開幕戦を迎えたこの大会、どのような結末が待っているのでしょうか。熱き戦いの幕開けです。この時間はヴィファーレン長崎対ヴィッセル神戸、こちらをご覧いただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日 4-4-2 のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、
このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、バッターでどこまで高い位置を取れるかというところですよね。そうなってくるとサイドの中間との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない逆にこのシステムの弱みということはどういうところですか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てくると決まりだと思うんですよね、うん、ゾーンがうまく埋められないと失点してしまうというケースが出てくるんですからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション以降のところでミスが出ると難しくなりますよね、長崎のキックオフでスタート。ビファーレン長崎対ヴィッセル神戸、このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね、まずは序盤です。さあ北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。そうですね、大迫でしょうね。もう説明する必要もないかもしれないですけど、やっぱり彼といえばポストプレーですよね。体の使い方、手の使い方のうまさというのがキープ力の高さにつながってくるんでしょうね。攻撃の起点、フィニッシャーとしてあれの半端ないプレーには期待したいですよね。そうですね、相手にとっては要注意、脅威ということですね。あっと抜けてくる、うわ、取らないですね。いや、展開早くなってきましたね。いいで、米田、このボールをカットします。ギルキ、この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。酒井、ここは読んでいました。初瀬、井出へ、また中央へ、初瀬、立ち上がり様子を見ている感じですかね。あまりこう積極的に前に行くっていう感じじゃありませんよね。さあカウンターだ。太陽、早いパス回し、ここはカットします。井出、斉藤から左へ、井出へ、井出から柔らかいパス、加藤、ワンツー使ってくる。さあフワンマ、どうだ、加藤積極的に足を入れてきます。これは合いません。さあフワンマ、ギルキ、これはファールの判定。山口から右サイド、武藤、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ここはファールを取られます。加藤、スペースを狙う、スルーパスを出す、ボールを受けて、スピードアップしたいですよ、ここは。酒井、山口、武藤、桑崎、さあカウンターのチャンスになります。ここはつながりません。スペースへ、これ仕掛けるか、ボールが迫る、折り返します、危ない、さあどうだ、
チェックを受けますが動じません。米田、加藤、スピード上がってきますよ。裏を狙っていきます。バウド、このボールに触ります。ハツセ、イデエ、通るのかこのパス。さあ持っていく、ハツセ、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。さあ右へ預けて、武藤、スペースを使う、いいと入りますよ。山口に渡る、武藤から山口、上がる、おっと前に当たる、ここは大きくクリア、ピンチを脱します。もう一度スローインになります。井出から斉藤、クリア、このピンチをなんとか出します。山口、ここは奪います。米田、そう狙った、このパスが抜ける、このボールをカットします。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。長崎としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの当て方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。ビファーレン長崎対ヴィッセル神戸、0対0のまま後半に入ります。Substitution. 後半キックオフです。長崎としては前半やや押されてましたからね、はい、多少修正は出てきてるでしょうね。そうですね。山口、斉藤へ、うわ展開早くなってきましたね。ワンマから左サイド、井出、組み立て直します。本田、ハツセ、ハツセからの長い縦パス、山口、サイドへ味方を走らせますがこれは合いません。奥井、エジガルジュニオ、これは届くか、このボールはイニエスタへ。エジガルジュニオ、フアンマ、太陽へ、これは合いません。裏を狙っていきます。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。クロス、富澤しっかりと抑えました。米田、先ほどから厳しい寄せになっています。そうですね、しかも相手は守備ブロックを組んで受け渡していくマークの仕方をしているんですよね。これだとどこにいてもマークをされてしまいますよね。まあ対策としてはゾーンの間に入り込むことで相手のブロックの境目を混乱させるのが効果的になってきますよね。あとはスタミナ消耗が激しいですけども、一般に受け渡しをするために動き回ることが大事なんですよね。ちょっとね、大きく展開したいところでしたけどもね。スルーパスを狙う、山川、斉藤、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。後半に入ってからも動きが少ないですからね。試合の展開という意味では少しおとなしいですからね。先制点が非常に重要ですよね。自分で行く、武藤からのクロス、クリアです。裏へのスルーパス、武藤に渡る、
ロングボールを入れてきます。エジガルジュニオ、カウンターですよ。抜けてくる。ここは守備の対応。ここは間合いを取る。お、いいですね。スクイーボールだと呼んでいた山口。ロングボールを縦に送る。まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。このセカンドボールはクロスを選択。そのままキーパーが抑えました。縦にボールを送ります。ここはつながりません。奥井、スペースを狙う。加藤。長崎としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。Substitutions taking place. Substitution. 長崎がここで選手を変えるようです。Number 23. Number 13.イデエ、裏へ出るか。さあ来たか。このパスを受ける。今のはいい攻撃でしたね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。さあつながるか。これを読んでいた。前線へ大きなフィードです。長崎としてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。小林の切り替えも早いですよ。クリスティアーノへ。エジガルジュニオ奪います。ここは笛が鳴ります。注意に終わりました。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。ここで先制できれば非常に大きいでしょうね。直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。武藤へ。山口。酒井、ここは対応します。さあフアンマ、フアンマ、クリスティアーノ、スペースを狙った。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。イデ、酒井に渡る。残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。山川、時間かけずに攻めたいですよね。グレイソン、いい守備で奪う。酒井、カットに行きます。いいボールですね。武藤へ。サイドラインを割ったところで長い笛。0対0。今日は0対0の引き分けという結果に終わりました。今日の試合はカードが1枚も出ませんでした。非常にクリーンな戦いとなりました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。両チームともね、納得できてはいないと思うんですよね。もう少しやっぱり攻め切りたかったっていうところだったと思うんですよね。そうですね。ありがとうございます。
さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。0対0、結局得点は動きませんでした。Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Hello everybody, and welcome to today's match. この時間はビファーレン長崎対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。ビファーレン長崎対ビファーレン長崎、サイドをご紹介しましょう。向かって右側が長崎、左側が長崎。さあカウンターだ。秋野、奪いに行きます。フワンマへのボール、フワンマから澤田、スルーパスを狙う、抜ければチャンス。秋野からフワンマ、奥井、フワンマからエジガルジュニオ、米田、秋野。今のところはまだ両チームとも慎重な立ち上がりを見せています。柔らかいパス、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。澤田、前線へ大きなフィードです。さあエジガルジュニオ、さあつながるか、さあ来たか、わずかに合いませんでした。太陽、積極的な守備を見せます。入るか、グレイソン、もういいですね。抜けてくる、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ファールはない。さあ一気にカウンター、フワンマから澤田、チャンスになる。笠柳、スルーパスを狙う。まあ落ち着いた試合の入りですよね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。いいでしょう、攻守の切り替え。
このパスを防ぎます。加藤、秋野からフワンマ、いけるか、来たぞ、シュート、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の早いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要でしょうね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。マウド、エツガルジュニオ、このディフェンス抜けてくる、右サイドへ振って、ここは守備の対応、ここは笛が鳴ります。前半29分が過ぎました。長崎はロングカウンターが特徴ということなんですが、この戦術どのあたりが重要になってくるんでしょうか。まずはしっかりブロックを作ってボールを奪うことですよね。そこから前線に向かってロングボールを入れていくんですけども、やはりそこのボールの質、タイミングというのが大事になりますよね。なるほど、まさに前線の選手との息が合っていないとチャンスを作り出すことはできないということなんですね。そうですね、出し手と受け手のコンビネーションというのは重要になりますよね。そうですね。太陽、岡野、スペースへ、このボール奪いに行きます。ロングボールを縦に送る、裏へ届くか、いいボール入りますよ、ここからカウンター早いでしょ。ここは競り勝ちます。さあカウンターを仕掛けます、抜けてくる、加藤、自分で行く、届きません。守備陣クリアの対応です。このファーストハーフ最初のコーナーキックは長崎、長崎はここクリアで難を逃れます。長崎カウンターを仕掛けます、しびき一旦戻します、これは積極的なチェック、ボールのどこのパス、さあフワンマ、裏へのスルーパス、これを読んでいた、秋野、ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。さて北澤さん、ここまでについて何かございますか。長崎としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの開け方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。リパーレン長崎対リパーレン長崎、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。後半キックオフです。長崎としては早めに仕掛けていきたいでしょう ね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね。はい、プレイソン、カイオ、ヨネダ、澤田、裏を狙っていきます、ボールを奪いに行きます。相手の方が数的優位という状況でしたが、ディフェンス見事でしたね。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですよね。太陽、スピード上がってきますよ、飛び出した、さあエジガルジュニオ、さあ勝負、来た、決まった、先制、長崎ようやく均衡を破ります。長崎
得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。1対0、先制ゴールが決まりました。この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね、はい、欲しかった先制点が入ったので、ここからの時間主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。さあここでカウンター、バウド、ここはカットします。クレイソン、もう一度組み立てます。エジガルジュニオ、ボールが迫る、ワンマから澤田、シュート、奥井、澤田、先ほどから厳しい予選になっています。そうですね、相手はマンマークというよりかは守備のブロックを組んだゾーンでの受け渡しをしているマークですよね。対処としては相手のブロック同士の間に入り込んで受け渡しを曖昧にさせる動きを繰り返していけばいいと思いますけどね。受け渡しを頻繁にさせればゲーム中1回くらいミスは出ますからね。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。さあ誰に合わせてくるか。ヘディングこぼれます。積極的なディフェンス、さらに来る、決めた、長崎、これで2点差。見事なコントロールシュート、これは鮮やかな一発が決まりました。いや、これは巻いていくシュートのイメージができてましたよね。そこにピッチで決める技術もさすがですよね。ナンバー5、長崎はメンバーチェンジです。サブスタチューションオンザフィールド。さあ長崎、さらに1点を追加し2対0としています。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。シュート、いや、追加点、長崎、これで3ゴール差になります。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できますね。エジガルジュニオ、今日2点目のゴールです。長崎、立て続けに選手を入れ替えてきます。サブスタチューションオンザフィールド、ナンバーナイン、カミングオンザフィールドイズナンバーエレブン。さあ長崎、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。
チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。シュート長崎追加点、さらに突き放します。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、コンビネーション最高でしたね。オフサイドかなとも思ったんですけどもね、やっぱりこうやって積極的に仕掛けることで決定機になりますよね。エジガル・ジュリオ、カットトリック。さあ長崎、このゲームの主導権を完全に抑えています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですよね。もう1点いけますかね。さあカウンタースピードを上げて、シュート、ゲット、長崎容赦ない一発。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしたね。ナンバー9、さあ長崎、現在圧倒的な強さを見せています。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。さあフワンマ、太陽、投手の切り替えも早いですよ。これを奪います。これはファールではなかったようです。長崎カウンターを仕掛けていきます。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。彼は決定機を作れますからね、攻撃の起点になってくれるでしょうね。サブスタチューションズテイキングプレイス、ベースを使う、インターセプト、クリスティアーノ、カットに行きます。どうだこのシュート、いや追加点、長崎全く手を緩めません。クワンマ、いい位置でボールを受けてのシュート、一連の流れ見事でしたね。いやパスのもらい方も良かったですし、ディショニングもいいところにいましたよね。シュートの瞬間もキーパーの位置をしっかり見て冷静に流し込んだいいゴールだったんじゃないでしょうかね。フワンマ、今日2点目です。いや止まらないですよね、この勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、ワンマへ、ワンマから右サイド、さあカウンターのチャンスになります。シュートチャンス、ボールはクリア、長崎カウンターを仕掛けていきます。ここは繋がりません。さあフワンマ、このボールに触ります。カイオセザールからエジガルジュニオ、これ仕掛けるか、
抜けてくる。これはクリア。スルーパスを狙う。ここで受ける。上げてくる。ここはディフェンスの対応。グアンマ、これは合いません。太陽、これは届くかと呼んでいた。厳しくチェックします。クリスティアーノ、奥井へ、裏を狙う。奥井からクリスティアーノ、どうする。6 added minutes has been indicated。ここもしっかりディフェンスしました。自分で行く、スペースを狙う。さあフワンマ、バウド、グレイソン、カウンターですよ。グレイソン、スペースへ。さあここでカウンター、笛です。6対0、長崎見事大差で勝利を得ました。エジガルジュニオ、今日はハットトリックの大活躍、最高のパフォーマンスを見せてくれたこの選手。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか。長崎としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が大勝を収めました。